オーストリア、EN、エゲンバーグにあるクレイレッツミュージアムに展示されている、旧石器時代の石器ギリシア、アテネにあるギリシア国立考古学博物館に展示されている、新石器時代の石器、陶器、集落の様子。韓国の新石器時代の石器フランス、トゥールーズの博物館に展示されている石器。今から3300から2400年ほど前、 新石器時代末期の野党。発見場所は、フランスアベ、ロン県、FR、セイントリアンズ、のドルメン。石器は、人間が石を用いて制作し、使用した道具。特に石器時代の遺物を指す。石器は石を材料として、人によって制作あるいは使用された痕跡が残されている力を言う。なお、石製の装飾品や木々は、 儀礼の場などで用いられたもので日常生活に使用された力とは大きく、性格をことにするため、積製品という別のカテゴリーに分類されることが多い。積製品とは、力や武器でない石皿、スリー石、砥石、大石、叩き石などの総称を言う。積製のソーシン具や古墳時代以降の積製の 道具類は石製品あるいは石造物などと呼んで区別するのが一般的である。石器は主として手の延長としての石製の道具を指し、石碑やや墓石のようなものは石器に含めない。ただし、日本の縄文時代に儀式に使用されたと考えられる石棒のようなものまで抗議の石器に含めることがある。石器は 制作や使用に伴って大量の石の破片が生じる。これらは直接的には道具と呼ぶことはできないが、道具としての石器の制作や使用に深い関連があり、本来はその本体の一部であったものにも当たることから石器として扱う範囲にある。石器という用語は主に石から遺物として発見される考古学的資料を指す。石器の制作や 使用方法についてはできるだけ加工の痕跡や使用の痕跡などから復元的に理解することが必要である。石器の表面に観察される加工痕と使用痕は厳密に区分され製作実験や使用実験を通して追跡検討しながらその石器を作り使った人の意図や仕組みにまでも迫る研究が行われるようになってきた。 石器と石片の関係は、元になる石から一撃によって分かれた二者として、接合関係を持つ。異物について、その直接的な関係を確認する整理作業があり、分かれた二者を確認して、元の状況に戻す作業を、接合作業と呼び、それによって復元された資料を、接合資料という。接合資料は近年増加してきており、その評価は、 石器の製作の経過を理解するため、また使用の経過をより具体的に理解するためのデータとして重視されている。なお出土する同じ石の分散状況に焦点を当てて、石器用石材の分配の証拠として、遺跡内や遺跡間での人間関係を論じるためのデータとして利用する研究の動きもある。自然科学の領域で岩石成分組成の研究が近年進み、 火山岩系の岩石の産地の同定が可能になったので遺跡から出土する石器の石質と産地との関連を調べることにより石材がどのように流通したのかについても論じられるようになってきた。日本では富士定管、周古図の中に石古いの図を掲げて石器の故障を採用していた。人間と石器との関わりは250万年以上前まで遡る。 この石器製造の証拠が残っている最初期の時点で、すでに内割り面を複雑に組み合わせた加工が見られるので、単純な石の利用はさらに遡るだろうと推察される。人類が使い始めた時期は約330万年前とする説もある。アフリカやユーラシアの初期人類による歴史は数十万年以上ほとんど変化せず同じような作り方で制作されていた。 人類史的な区分では、約260万年前から1万年前頃までを、旧石器時代あるいは、旧石器文化という。彼らの亜種であるホモ・ハイデルベルゲンシスは、アフリカから出て、中東を経由し、30万年ほど前にヨーロッパまで、進出したが、使用していた石器は、より古い時代のホモ・エレクトスとそう変わらなかったとされ、両者を別種とみなさない説もある。 一万年前を過ぎると人類は、射伏具や貯蔵具、食器として土器を利用するようになり、世界各地に普及した。また、土器に続き金属器が世界各地に普及したことで、道具は、石器は、金属器に置き換わっていった。石器の分類には、技術形態学的に基づく分類と、機能形態学に基づく二つの体系がある。代表的な分類に、 フランスの著名な戦士学者、フランソワ・ボルドが暗出した厳密な石器分類基準がある。以下はいろいろな観点からの分類である。打性石器打声石器は人が石に打撃、または圧力を加えて石を割って出来上がった石器である。このうちオルドワン型石器群は人か人類による最古の石器群と言われている。歴の一部を打撃して作るチョッパー・チョッピングツールを 主体とする。この石器群は、ケニアのトゥルカナ湖島海岸の諸遺跡やタンザニアのオルドバイ共国の遺跡などで出土している。ちなみに、この石器の担い手は、ホモハビリスもしくは頑丈型エンジンと推測されている。魔性石器魔性石器製の不団。FR、ミューズムでトゥールーズにて展示。魔性石器は、人が石を磨いて出来上がった石器である。J ラボックによって、 新石器時代の指標とされたが、実際には中石器時代にあたる、紀元前9000年に、北西ヨーロッパや西アジアで、極部魔生石器が出現している。日本では、旧石器時代である3万から4万年前のものと推定される、極部魔生石符が、群馬県岩塾遺跡、栃木県、磯山遺跡、長野県、杉久保遺跡、東京武蔵野大地の栗原遺跡、 千葉県三立下55地点遺跡などから出土し、旧石器時代に魔性石器が存在したことが明らかになった。小田静雄によれば、日本の旧石器文化の魔性石器は3から4万年前に集中し、その後は早々期にならないと出現しないが、現在、世界最古の魔性石器とされる。歴海石器歴海石器は、打製石器や魔性石器のように製作する過程の、 痕跡をとどめず使用の痕跡だけが残されている。石器を言う。脱製石器を作るための叩たたき石、魔製石器を作るための砥石、穀物や喧嘩類を調理するための石皿などである。石器の材料は岩石や鉱物である。日本列島の旧石器時代に用いられた石材の代表的なものは黒曜石、硬質結岩、サヌカイトなどが挙げられる。 この石材の節は、後期旧石器時代の地域色、包み高し、日本の考古学なら文化財研究所編学生者2007年を参照した。石に打撃や圧力が加えられて割れた時、発生した欠片を剥く編、欠片が取れた核の部分を石角という、ありがとうございます。